ます。USJ、 おはようございます。 USJ です。まだ真っ暗です。朝方です。お腹がペコペコでもう待ちきれません。クリームチーズトースト食べたいと思います。食レポコーナーです。今日はね、ココアクリームチーズトーストです。ココアパウダー入れました。ココアパウダー自体は甘くないので蜂蜜を入れてあります。なので色はチョコレート色だけどあんまり甘くないですよ。あっさりしてます。それではいただこうかな、いただこうかな。いただきます。おいしい。おいしいです。あ、ココアの風味もあるし、ちゃんとクリームチーズの味も残っててくれて美味しいです。美味しいね。美味しいです。コーヒー今入れました。ホットコーヒーです。あー美味しい。あーうま。あーコーヒー美味しいです。外の音聞こえる？これ雨じゃないの、スプリンクラーが回ってます。あごめんよ、ちょっと待ってて。あれ。さあ残り半分いっちゃおうかな。このパン美味しいよね。飽きないんだから。待て、はい、どうぞ。おいしいかい、おいしいかい。はい、サクサク、サク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 。あの急に話が変わるけど、みんなしゃぶしゃぶ食べるときどうやって食べる？お肉お湯に入れるとき、しゃぶしゃぶしゃぶってやる人、あれやっちゃうよね。しゃぶしゃぶしゃぶ、なぜかみんな言うしゃぶしゃぶしゃぶ。まあ全然関係ない話です。うまい。美味しいよ、みんなこれ騙されたと思ってやってみてください。美味しくなかったら騙されたと思ってください。美味しいけどね。美味しい。分かりましたよ。最後の最後の一口です。
終わりです。今ね、外は真っ暗な時間に撮ってるんだけど、照明どうかな。 YouTuber は全部一人でやるからさ、カメラ係とか照明係とかいないでしょ。ぶっつけ本番でやってます。どうやって今撮れてるかかわからない状態です。このライト一つで結構いけるのかな。皆さん、いつもコメントありがとうございます。僕の力になっております。本当です、本当の本当。ケニー J45 さん、ポーカイベイサンセット、タイムラプスやドローンといろいろな角度から見られて幸せです。きっと肉眼で見るともっと素晴らしいでしょうね。いやー、見せてあげたいね。みんな早く来れるようになったらいいよな。もうしびれちゃってね、みんなもうしびれきっちゃってるよね、足がね。もういい加減にしろっていうか、あの心の中は本当にいい加減にしろだよね。でも耐えるしかないし、日本の人って結構耐えられるでしょ。道徳とかちゃんとやってるからね。アメリカの人なんてもっと大変だろうねって思う。ハワイの人とかさ、いや、次行こう。ヨシーズ12さん、いつもありがとうございます。夕日がまだ海の上にある時間から沈んで暗くなるまでどれくらいビーチにいたのでしょうか。時々見える海に浮かぶヨットが映像の中でいいアクセントになっています。いいアクセントね。結構アングルね、気にしてます。あれ、いいアイデアでしょう。ビーチにね、だいたい2時間ぐらいいるかな。1時間半ぐらいかな。日が沈むまで30分ぐらいいて、日が沈んでから1時間ぐらいいるかな。あの、その日その日でね、サンセットがすごいいい時は、日が沈んでから1時間ぐらいかかるよね。真っ暗になるまで。雲が多くて、あんまり、夕日が映えないなっていう時は、あっという間に暗くなっちゃう時もあるし。だいたい1時間半から2時間ぐらいいます。でも僕はね、ナイアの散歩しながらやってますからね、のんびりやってます。でもこの間も言ったようにね、サンセット、暗くなるまで痛い方なので、本当にね、映画見ててね、最後のクライマックスまで、ちゃんと席に座っていたいよなって、そういう感じになるのね。だから暗くなるまでに帰るっていうことはあんまりしたくないかな。ただね、奥様が家で夕食作って待っててくれるとかいう、こう気持ちもあるのでね、そこら辺がね、心の中の葛藤が結構ありますね。人生模様、行ったり来たり、人生いろいろ、人生いろいろ、はです。あ、ワクノリさん、ワクさん、いつもありがとうございます。コメント、映像が綺麗、うっとりしますね。もうすぐですからね、もうすぐ見せますからね。あけさん、いつもありがとうございます。今日のサンセットも素敵です。自然が作ったアートが美しすぎます。ポーカイベイビーチパークに行って UJ さんが撮ってくださった映像にあったように、大きな木の下に立って空を見上げたいです。キアベのトゲに気をつけながらね。キアベ気をつけてください。刺さります。僕はいつも刺さってます。僕が履いてるビーチサンダルももうぺったんこになっちゃってるからね、ぐさすぐ来ます。いてぇ。こんな感じですね。サンセットね、毎日違うからね。あれ、今日は残念だなっていう時あるけど、足運んでたらいい時もいっぱいあります。ツーモンスターさん、コメントありがとうございます。クランベリー大好きです。美味しそう。クランベリー大好きです。スイートポテトとクランベリーのマフィンを作って食べました。ってなんて贅沢な。甘酸っぱくて美味しかった。家で作ったら焼きたてを食べられて、とっても美味しく食べられます。そうだろうね。もう匂いがしてきますよ。もう食べたい。
僕はね本当に武将者だからね、こうやって長くクックするとかいうのあんまり、このクリームチーズみたいにね1分でできるとかね2分でできるとか、そこら辺を極めていってるので、いやー食べたいですね焼きたて。トントンさん、トントンさんいつもありがとう。この間 UJ さんがポーカイベイビーチパークはパーキング場所によって雰囲気が違うよって話されていたのを思い出しました。確かにそうですね。今日はヤシの木、サボテンもありますね。空を磨けてるようなアングルがとってもいい感じです。いつもより黄色強めに輝いていて、こういうサンセットも素敵だと思いました。今日なかなかいい日だった。ゆうじさんありがとう、ありがとうございます。僕の喋りわかるかな、おにょおにょおにょ、何言ってるか全然わからない時あるからね。え、色がね毎日違うんだよ。サンセット黄金色だったねこの時ね、本当に。でポーカイベイはね本当ね、パーキングするとこはね、僕が止めるとこだけでもね 1,2,3 箇所あるかな。3箇所ともちょっと雰囲気が全然違います。のりこさんありがとうございます。大自然ってみんなに平等ですよね。本当だよね、みんな平等だよね。飛んでる人も貧しい人も頭いい人も俺みたいにバカな人も、ああ平等に見せてくれるからね。見た者勝ちだよね。たっといいです。夕日綺麗でした。いつもオンオフですみません、また仕事がバタバタしてきて、コメントお休みます。お仕事頑張ってください、応援してます。そしてまた、またこうやってコメントで会えるのを楽しみにしてます。あ、僕ね、そしてあらかじめお伝えしておきます。コメント読むでしょ、僕漢字あんまり読めないからね、漢字読めない場合は漢字だけ飛ばして読みます。申し訳ない、それか途中でやめちゃうか。ねえ、ひらがなかカタカナだったらいいんだけどね、漢字入っちゃうとね。でも漢字抜かして読んじゃうとね、全然わからないよね。のりこさんの今の読んでみようか。で、何ですよね、いです。綺麗でした。いつもですみません。またがバタバタしてきました。米、し、見します。全然わからないね。それではみんな、今日も笑顔で頑張ろう。